はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、やってまいりましょうか。バイオハザードブリッジ。ちょっとね、ショッキングな出来事だったんですよ。前回遊びすぎたせいかわかんないんですけど、あのね、ほら見えてんじゃないですか。あ、お帽子を娘たちほど優しくないの。そうだよね、間違いなく感じられてるんだけど、てか顔面めっちゃ食らってんだよね。驚きはしないよね。なんかすごい顔だけが迫ってくる。顔だけが迫ってくる。あ、ウィン。どうする？シャキン。届かない。はい、お化粧直ししてあげるから。お帽子直しなさいって。そんな長くかったらな。帽子刺さっちゃうでしょうに。ふうふう、くるっと折り返って。で、何があったかっていうとね、あのね、収録終わったんすよ。終わって見返したらね、全くもってね、録画自体がスタートしてなかったっていうね、もうオチだったんすよ。ねえ、こうやって穴開けてるの、ほらほら、後ほどお会いしましょう。まあ、やつね、どうせ後ろ回り込んでね、あの実はこっちに来れてきたんね、あいつね、本当に。まあ、やらしい。まあ、そんなことどうでもよろしくって、まあ、ちょっとこいつでね、挑んでいこうかね。そう、すごいショックだったんですよ、それが。ね、せっかく一生懸命撮ったのによ、全部さ。撮れてなくて、音声が撮れてないとかだけだったらね、まあ、最悪あの後ゲーとかすればいいとか、ね、同じ時間繰り直しみたいなもんだからね。痛いの。だからお返し申す。かしこ、お返し申す。ね、なんかこれ Amazon プライムでさ、今あの天気のことさ、君の名はが見れますっていう話前にしたかもしれないけど、まあそれで見た後にさ、その君の名は見た後、ちょっと天気のことみたいに、ことの葉の庭っていう作品があって、46分くらいの短編映画なんだけど、それを見て、あ、なるほどな、シンプルなこう映画の作りだけど、なんか恋愛を描くのに十分な時間だったなと思って。で、そのゆきちゃん先生っていうのが、まあ、なんとかゆきのだったかなっていう先生が出てきて、それがなんか、なぜか四国に帰ったっていうね、先生の父が高山ひどもりって先生、古典の先生をやって、たそがれ時を教えている先生が実は琴の葉の先生だった、琴の葉の庭に出てた先生だったっていうの、なんか後からこう作品を振り返っていくと、あ、そうだったんだみたいなね、新しい気づきがあって面白かったですけどね。そんなやっぱワーッと、あれ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 、運の悪いよ、あ、運のいい男か、運がいい、まあね、運がつく男、運のいい男みたいな、ね、まあそうなんだよね、やっぱ女性ってさ、男性のためにさ、いつまでも綺麗であろう、まあ男性のためにってわけじゃないけどさ、こんだけの誰かに負けると全然何のあれもないけど、ういドゥスドゥス、あ、なんだ、別に レディー・ドゥドゥスに当たってないけど、普通に食らったら来る。とりあえず当たってれば、あ、でも当たってれば別に、よいしょ、いや、ドゥ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 、血が足りないっていうのは、こいつかもしくは枕涼くらいだけど、あのアニメのさ、いや、遊戯王やってたと、そう、あの、バトルシティ編、まあなんかね、それまでがなんか結構悪い感じのさ、枕涼の声優さんやってたのにさ、急にさ、松本梨香さんがやったじゃないですか、あの、サトシの声やってる人ね、ポケモンの。あれになってから、なんか急に正義の味方っぽく感じちゃってさ、あれ、こんな入ったんだけど。そう。で、その時にさ、あのバトルシティでこう一人一人がさ、こう一人一人が一戦一戦遊戯王でこう試合が行われていく中でさ、その前に
あれか、初戦か、初戦が行われる前になんか飯食うシーンみたいなのがあって、その時にあのめっちゃステーキをナイフでぶっ刺しながらくっちゃ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 食っててズーッシーンっていうシーンがあるんですよね。こんなマニアックらしいって覚えてるシーンかな。さあタワーオブテラーより遥かに恐ろしい、この高さから落ちたらな、いくら下にドミトレスク夫人のおっぱいというクッションがあったとしてもね、ふにふにさでは無理だと思うんだよ。こんなに固まってきてるしね、さあ最後に近づいてあげるわよ。体勢はどうなってるの、体の6人は見れて本性を表すってね。要はあれだね、あのナイフは実はあの化粧落としだったっていうことなんで、人の化粧時計。You're the one who's cursed. あ、こんななんか足を引きずってるんや。一応ダメージ食らってたんやね。さあ、ここを入手するシーンのところで、あ、そう、見えんかった。ねえ、イーサンの顔を実は半分半分ずつ見れば、なんとなくギリギリ見えるんじゃないかっていうね、感じがするんだけど、まあ、それはどうなるか。Looks like I'm getting out of this place. ね、これでやった。さあ、出ましょうか。OK。よし、じゃあ戻っていきましょう。村に帰ろう。でこの小屋はまたどうせ後で戻ってくるから一旦よし。で中入りましょう。チャキンチャキン。ね、もう先の世界まで見えてる。結局ね、学校に問い合わせたんだけど、なんか2回くらい返事が返ってきたんだけど、その後ね、あのもう無視されてますね。このゴールド、ゴールデンションじゃないな、もともとそのバイオを買うのにさ、8600円で、まあ、9000円近いお金払ってさ、で2000円のダウンロードコンテンツ買ってさ、1万円以上のさお金を払ってるわけだ。いないよね、急に現れたね、うん、1万円以上のお金を払ってるわけだ。で最初は普通にできてたのに、それが急にダウンロードコンテンツの発表があってからこんな感じで世界がバグっちゃいましたと、うん、ってことはパソコンのスペックの問題じゃなくて、ダウンロードの方に、あのダウンロードで結晶されてるゲームTell me what is going on around here. 問題があるんじゃないかっていうふうに思ったんですけど、1万以上のお金を払ってもこういう不具合が起こってますなんとかなりませんかっていう相談を受けて、で、あのいろいろやってみてます。それで You know what I mean. 指示受けてもちょっとやってみて、解決しませんでしたってなったら、もしかしたらパソコンの具合が悪いかもしれないとか僕のやり方が悪いかもしれないってなるかもしれないですけど、指示された通りで動画送ってくれたかって言われたんで動画送ったんですよ。あの YouTube に非公開状態にして送ったりとかしたんですけど、それでも結局そこから返事が返ってこないっていうことは、もうね、あのカスタマーサポートとしても最悪だからね、本当に。Will you please stop talking in riddles? I just want to find my daughter. Wait.でこっちがいろいろこうやってああやってて指示されたことをいろいろと確かめたのに消えていなくなった。一瞬で消えるババアで指示されてるっていうね。なんかもうね、あんまりこういうストレートな言葉言いたくないけど腹立つよね。サービスをちゃんと提供してくれてないっていう。だから皆さんだとどう思います？例えばさ、1万円とかさ2万円とかのさコース料理やってさ、であのメインディッシュが食えませんみたいな、前菜とスープを置いてあのドリンクだけですね、まあまあ、あのあとデザートくらいはつけますわ、でもメインディッシュはなんかもうね食えませんね、なんでですのって言って、いやちょっとデザートこう、あじゃあデザートメインディッシュこことこことこう、まあ、例えばあの 黒毛和牛のなんちゃらかんちゃらをこういろいろと準備してますかって、いろいろとこうなんか言い訳並べ立てられて、であのあなたが食べるためのこういう準備してください、ああ準備してくださいとかっていろいろ言われて準備してみたものの、で結局あやっぱなんかできませんでしたわどころか、あのシェフを呼んでくださいって言っても、そのシェフすらも来てくれないっていうね。暴れてますわ。地上で平泳ぎすな。でここ OK、 お金取ってね、もうほら橋ね、いやーすいません、なんか愚痴っちゃいましたね。シンプルな愚痴だったね、もう完全にね。うん、
まあでもそんなもんよ。サービスってさ、さ、完全な形で提供してほしいっていうのがさ、そのサービスを受ける側の思いなわけですよ。で、それが例えばその初期不良とかがある状態とかだったら、まあまあまあもしかしたらねっていうのがあるかもしれないけど、もともとがその未完成な状態でサービスが提供されてしまっていたってなるんだったら、まあ今後のバージョンアップよろしくお願いしますねみたいな感じですけどさ、完成した状態でさ、途中でさ、なんか急にバグったとかってなったらさ、どうなのって思うけどね。ちゃんと焦げてくる。 There you are. I had a feeling you would pop up here. なんかね、知り合いの顔に見えてきたんだよな、こいつね。 It was all worthless. だんだん腹が立つ。 Is that so? I assume you've picked up something of value. デュークに腹が立つっていうのはおかしい話だな。 Not sure if it's a value. デュークは別にね、but... 悪いやつじゃないからね。僕が Why, you have your daughter right in your own hands. What are you saying? おや、娘さんがその中にいるじゃないですかってね。Take a closer look. それは What do you say? ってなるわな。え、どういうことってなりますわな。あ、まさか。いやでも、まあ、これ E さんだからこれ受け入れてるけど、まあ受け入れてはないか、まあでも受け入れに近い感じだよね。受け入れに近い感じってなんだろうな、うん、だけどさ、冷静に考えると、うん、ありえない状況だし、娘がもしこんな状態になってたとしたら俺は発狂する、まず間違いなく、うん、Don't say another word! Don't say another wordThis is impossible! This just can't be! Your daughter's essence is still intact. Her powers are truly unique. それは結局だから、カビになっちゃってる。Who could even do this? She can be saved, you know. Saved? Saved. From this? Are you insane? There's a house with a red chimney on the western side of the village. Go and seek out the man who lives there.Then we can continue our conversation. Okay, this. Quit holding up and get to the damn point. ですね。You don't have to trust my words. まあ、ここで終わりにしたいというふうに思います。まあ、次回その赤い、鬼は、じゃあ赤い鬼はってなんだ。赤い、煙突の家のところですね。クリアして、で、まあ、ベネビエント店に行く手前のところくらいまでね、やっていこうかなというふうに思いますので、ぜひね。お楽しみいただけたらなというふうに思います。ということでね、まあ、ちょっと愚痴ってしまったけど、まあ、気持ちわかるわとか、そんなあなたを応援したいわという方はですね、ぜひチャンネル登録ボタンと、ね、グッドボタンを押していただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということでね、本日も動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。